よくみんなに言われるのは、踊ってる時と踊らない時の差がすごいよねって言われます。あんまり思わないですけど、周りからはそれだけ。体力がないから体力つけたらもっとできるかなって。ここまでそのパワームーブ絞ってる人ってなかなかいない気がします。女の子だって生まれつきだけど、その肩幅とか筋肉とかやっぱ普通の人に比べたら多分あるから、絶対にその昔は本当に華奢な子が結構なんか羨ましいなとか思ってたけど、今は逆に何だろう、コンプレックスじゃなくなった。だから最近筋トレ始めたあとはその高校生の時に言われたのが、すごいけどかっこよくないよねってよく言われてて、あ、なんかそれ聞いた時に、今はそうかもしれないけど、これから個人的にすごいかっこいいなって思う人とかは、その何かを追求してる人が多くて、で多分それは自分が中途半端なことをしてるからそうかっこよくないんじゃないかと思って、ちゃんと本気になって頑張ったら多分かっこよくなれると思う